今から西武秩父、初めて秩父に電車で乗っていくんですけど、そうですね、あの時は車過去に行ったことある、ここ酒を見た後にね、浸るために行こうかって思って友達の車借りて秩父に行ったわけです。電車のがいいな、やっぱりなんかゆったりするね、寝れる寝れる、まあ、なんか旅感があるね、うん、しかもこれよくね、このそう向かい合わせの現在15時着いたら16時、あ、そうだ、あれ食べる、立つそばね、新立つそばね、立っちゃうけど立っちゃうけどついつい電車に揺られて、そうですね、行きましょう、行きましょう、あ、こんばんは、着きました、西武秩父、うわ景色がすごいですね、何年ぶりですか、3、4年、やっぱ4年とかじゃない、もう4年ぐらい行っとるかもね、3から4じゃない、4年ぶりに秩父に来ました、来ましたね、でもいろいろ変わってるかもしれない、また4年も経てば桜新町みたいに、うんうん、それでは行きますか、行け、ここだよ、ということで、ここ酒の聖地に来ました、撮ったね、写真ここで撮りましたね、写真撮ろう、ここどっち曲がったっけ、曲がってないかな、全然奇跡をたどれないじゃん、確かに山の方向かった気がするっちゃ気がするんだよな、めっちゃいいな、ほんといいね、住みたさまであるわ、そう、あ、ここだっけな、ここだったかな、だった、あ、ちょっとこっち、そうそうそう、あ、そう、こっち来ちゃったんだよ、あれ、恋いたくね、ここ恋いたくいないよ、いないのかな、やば、ここめっちゃいいじゃん、いや、ここじゃん、ここですよ、来ましたよ、うわここよ、本当の自分、ここのバス停も4年ぶりです、4年ぶりですね、主人公が叫ぶシーンがあるんですね、せっかくなんで叫びましょう、どうぞ、叫ばないでください、書いてあるんだよ、はい、ということで、ということで着きました、ここが多分結構有名なとこ、そうですね、卵神社、お酒の絵馬ですね、本当だ、芯のある人間になるって、うまっ、 字も絵もクソうまいって、彼女が欲しい、絵が上手くなりたい、絵馬って結構俺願い叶うと思ってんだよね、あ、そうだよ、絵馬だけに来ました、来ました、聖地関係ないけど食べたくて、食べたくて、じゃあ行ってみましょう、行ってみましょう、超時間がありますね、はい、はい、
うまそう。激うまそう。絶対うまいやん。俺は。いただきます。いただきます。最高だな、マジで。はい。何してんだこいつ。ということで、ここが最後の聖地となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の旅は秩父に来たわけです。3時間しかいなかったんですよね。チャリで来ることを、チャリで来るチャリで来た、チャリで来た、チャリで来た、チャリで来たじゃなくて、はい、まあ、電車乗って着いたらチャリで移動することをおすすめします。そうですね、なかなか回りきれん歩きだと。まあね、聖地多いからね、それぞれが。行ける場所は近いけど、橋、あの一番有名な橋が一番遠いから、はいはいはい、あれがね、またどこかで、またどこかで。すいません。はい。聖地巡礼の方ですか。あ、そうですけど、もう。はい、一人で来たんですか。あ、一人です。え？楽しいですか。いや。え？え？え、ちょっと。あいつ狐か。イエロー。